はいどうもフレッチです。今回もですねマシンキーやっていきたいと思います。さあ前回ですね動画の最後の方に新しい街を巡るルートを作ったので、これをね発展させつつまあいろいろ今回もやっていこうかなと思いますね。でまずですね動画外でこのミッション進めようと思ってねやっていたんですけどちょっと調整の方にね本気になってしまって前ここね木を運んでいたルートがあるんですけど大幅にね改造してここに来たら一周回ってさらに木を集めて帰っていくというね北にすごい拠点ができましたね。でこれ木なんですけどアップグレードとかすることによって取る量もそうですけど石炭も、取ることができるみたいでここはね石炭も取ってるんですよ。でまあいろんな場所で強化を入れまして例えば石炭の場合ですねこれ元が1なんですけど強化していくことによって 4.5 まで取れると。でここ700くらいあるんでちょっと運ぼうかなと思いますね。まず出しますか。でミッションの方もね進めていきましょう。でコインがねこんな感じであるんですけど緑色のコインが2万8000あるんですよ。で他がね100前後まあアップグレードとか燃料で使うんでとりあえずこの緑のコインを使って運ぼうかなと思いますね。まあそれが一番低コストですね。石炭コインこうやってあって使えるんですけどまあこの木のコイン使おうかな。よし700あるからね結構持ってかないといけないですね。最初の方のはね30とかなんでまあ効率悪いんですよね。もうこれからは90、100とかいかないとね。で出てここで回るんでまあルートの指定ねした方がいいんですけどとりあえずこれでいきますか。で一応メインはねここですね。オイルをドラム缶にしてそれを持っていくと。でそんなに溜まってないんで2車両走らせたんですよ。40と36いるんですけどもう1個出そうかなと。ただどうかな、きついですかね、速度的な問題があって追いついちゃうんですよね。どっかで抜けるようにしとくか。だここのステーション強化しますかね。あ、ちょっとないですね。だとりあえず出すか。まあいろいろあるんですけど、まあこの遅いので統一しようかな。で、2個つなげると、これ一応500くらいまで行くんですけど、そんなにね、持てないので、この調整が難しいんですよね。じゃあこの、初期の方のやつを2つにするか。これ300ちょっとなんで結構割合のいい列車かな。よしもう行ける限り行ってですね入ってここに行ってもう一回ぐるぐる回ると。でその結果ですねここオイルと、まあ、石炭といろいろが通るこのルートがですねちょっとカオス気味って言ってすごく通るんですよね。いろいろ分岐も作ったりしたんですけどまあまあまだまだ詰まっていくと。でここですね追いついてここで降ろせるルートってこう回っていく一箇所しかないのでここに広げようかなと思うんですよね、まあ、ただちょっとルートがね混雑してるんでどうしようかな。まだギリギリほら間に合ったんですけどいずれ詰まると思うんですよね。だこっちに広げらんないんで間に1枚かませますか。まあその分ね置ける量減るんですけど仕方ないですかね。で次ねここに入るルートですよ。あいけますね。よしよしなら問題ないかな。でここでちょっとね
組み切りで時間取られると思いますけど、確かまだ1車両しか走ってないんでね、大丈夫ですね。あ、これならいけるんじゃないかな。ちょっとやりましょう。あ、そっか、これ切れないんですよね。ステーションにすればいけるね。きっとこれでいけるならね、合流できますからね。よしよしよし。これまだまだオイル持っていけますね。で、ここら辺もね、ちゃんと作って。まあ、一旦ここは完了かな。で、ここもいろいろ新しいルートも作ったんで、まあ、見つつね、やっていきたいですけど、ここも1000人いるんでね。人も運んだ方がいいのかなと思うんですけど、どうしようかな。新しいルートもちょっと考えてみたんですよ。もうここにね、ルートができたんで、町、この小さな町ですけど、ぐるっと回って上に行って、まあ、この木のルートの大きいバージョンを作って、町をね、結構いっぱいあるんで回そうかなと。まあ、それかね、普通にオイルがあるんで、それを持っていこうかなと。で、オイルを持っていくだけでも一応ね、これコインにはなるんですよ。0.3 ですけどね。それでもいいかな。ファクトリーとオイルが近い場所探してそこでやろうかな。で、新しく作ったルートですね。オイルが、まあ、一応2箇所あって、ここに集めて、まあ、どうにか、ここまで持っていけば、またコインになるんですけど、ルートですね。作れなくはないですね。作ろうかな。こっちからやろうかな。まあ、せっかくね、街広げたんで。で、出入り口はあるので、まずオイル運ぼうかな。この2箇所から、ここに入れると。リファイナリーですね。で、それをルートに乗せてやればいいので、一回どうしようか。ここから入るかな。あ、ここでぐるぐる回すんで、できたらなんか一回やってみようか。いけないですかね。どっからでもいいんですけど、ここを越えていきたいですね。あー、ないか。伸ばしようによってはいけそうですけどね。普通にまっすぐ。あ、ここならいけると。できたらですね、ここがいいんですよね。ここならまっすぐ行けた場合ですね、ステーションに直で入れるんで、万能なトンネル行けないかな。さすがに無理か。段差がね、ここにつながりますね。ここ行けると。ここからどっか行けないかな。まあ、ここでもいいですけどね、最悪。お、これでも斜めなんで、多分その先はいけないよね。ここは降りれる、降りれるんですけど、橋があるので行けないと。逆に橋さえなければ行けちゃうんで、橋をもっとこうですね、この辺から伸ばせばできちゃうと。いいですね。で、じゃあここステーションかな。奇抜なルートですね。てかステーションなんで、まあ、一回こう出ると思うんですよ。で、ルートを戻しますか。はい、いや、今ですね、列車ね、そう50くらい走ってるんで、
回ね、視点的に見てみたいですね。まあ一周ぐるっと、まあ途中止まりと思いますけどね、それを無視して一回これができたら見ようかなと思いますね。で行ってここに入れて帰ればいいん でせっかくなら同じステーションに入れたいので、正直ここの方が問題ですね。どうやって行こうかなと。だこれももっと早く切って、この辺でいいや。で回れるようにしましょう。これいいですね。ビンゴです、ビンゴ。ただもう一個前出しとくか。でこのオイルのね、場所もかなり強化で多く取れるんで、どう運ぶかですね、問題は。ステーション的に問題ないかな。ただこれだとね、一個しか入れないですね。長めに取ろうかな。いけるかな。お、これまっすぐ、ここで一回止めよう。どうせなら石炭も欲しいですけど、ステーションの問題だね。あとはね、強化して入れるわけですね。これで入るよね。よしよしよし、これで完成かな。いや、いいのできましたね。できたら途中分岐できないかな。そこの新しいルートはですね、あまりこうルートがね気づきづらいので、まあ、ちょっとね無理やり作りましたね。この辺とかねステーションがそもそも置けていなかったり、もうこれに至っては使えていなかったりとしていますね。まあ、ただこうやって街はできていくので、どうなっていくのかなと。楽しみですね。でここ一回平らにするか。こうでしょ。で、街をね、発展させようかなと。こうかな。うわ、いいですね、いいですね。ここ入りますよ、街。こっちは伸びないね。伸びたところで無理か。こんな感じですからね。もうマチュピチュかそれ以外ないでしょぐらいの鉱山地帯ですね。鉱山じゃないか、高い地帯ですね。これ標高の差とか出ないからね。だからここにはトンネルで入ってこの橋で降りるっていうね、まあ、田舎ならではなんじゃないかな、こういうルートはね。で1個しか走ってないんでね、あと2つかな、出したら見に行きましょう。でもう1個ですよ、こっからどう運ぶかですね。ここでトンネルで通るっていうしかないかな。もうちょっと奥だな。先にどこなら入れるか見とくか。そっちの方が早いですね。ああ、結構いけますね。なら先にトンネル作りましょう。でこっからこうか。で、いけちゃいますね。ならここ切ろうかな。こんな狭いとこでかぶりたくないですよね。一回出しましょうか。これ集めれますからね。2つ出しましょう。じゃあそこですね、列車統一しようかな。いいか分かんないですけど、これですね。
せっかくなら多い方持ってきたいけど40なんで無理ですね。まあ、代わりにもういける限り積んでいきましょう。ここにそんなに走らせたくないので、1個でね完結できるように。これてか一回ここさまっすぐこうやって入れば早いんじゃないかな。まあ出しますね。作ってからでもね改善はできるので、まずは到着を待ちましょう。こっから入るんですけど、ルートが一つしかなければ最短で行ってくれますね。あ、じゃあこれをねこれをこうだな、こうやって強引につなげちゃいましょう。これかなり短くいけますね。1個この橋のルートは、まあ、石炭でも何でもいいから他のものを運んだりしようかな。あとここでドラム缶完成するんで、それの運ぶルートになるかなと。ドラム缶を、まあ、作れるので、ここでね、ここに持っていくのが最短だと思いますね。あ、ここで出ていってこれ分岐するんですよ。で、あ、どうしようかな。まず置き方ですね。町がある以上ですね、簡単に置けないですね。なんか置く前提でやりますかね。ここかなここになっちゃうかな。抜けらんないんで、ちょっと難しい。ここに置いた場合、止めた時に絶対ここ詰まっちゃうんですよ。なら下げようか、ここだけ下げようか。これは邪魔にならないと思いますよ。で、ここでこの辺ぐるぐるしてるんで、ごちゃごちゃしてるんでね、もうどうなってもいいでしょう。曲がる場所は平らな方がいいですかねここ何回止まるんだってなりますけどね。あ、ここはまだいいかな。さあ、ここがですね低いと思うんで、この2つホルトに使うんで、こうですかね。さあ来たかな。まだ来てないですね。あ、来た。54、これですね。54と55が後ろから追いかけてくると思うんですけど、55見えないですね。55ここにいるなこれも一応ルートです。違うルートで行くんですね。どっちからでも行けるはずですかね。あれ ?54 のルートは、あ、行けるか。一回完成してくれた方が分かりやすいんですけど、ちょっとここからのルートですね。これ家消えるよね。その家は範囲に入っているか入っていないですね。ならどうでもいいですね。こうかすめるか。お、よし、いいですねよくはないんですけど、ここも橋使おうかな。ここに入れればいいんですよね。これ行き過ぎですね。
あ、でもここしかないのか。ここに行くにはほぼ同じルートを通ってしまうので、こうですね。ただ、坂の関係上入れないと。まあ、であれば好きなように行かせようか。こうですね。ここで出入りするルートが確立できたんで、きっといけますね。ここまあ引けん、あ、引けるんですね。なるほど。じゃあ使いますか。もう使えない前提でねちょっと置いていたんですが、いいですね。さあ、できました。55来てますね。54は？あ、行きましたね。じゃあまああれも待ちながらなので、1回ですね、ここを1周ぐるっとするルート見ようか。どれがいいかな。17あたりが一番行きそうですね。ちょっと進めますね。さあ、現在パート10くらいかな。だいぶね、その10回で拡大しました。町の方もね、初期の方に比べれば大きくなりましたね。でこのディポット1からめちゃくちゃな数の列車を出して、同じね線路に走らせた結果、だいぶ渋滞してますけど、まあ、違う町とかにもね広げてきたので、そっちの方でもね回せるようにしていきましょう。これ入れてますね。この画面だと入れてるか分かりづらいですよね。で石炭、人、同じレールを乗ってね向かっていくわけですよ。速度違いますねまあこの辺が馬力の違いですよ。でこういうだいぶ大きいステーションも増えてきましたね。でこいつはね、人を乗せたほぼ各駅停車に近い列車なので、まあ、一番この辺が分かりやすいかなと。お、これ荷物か、手紙かな。手紙ですね。おお、来た来た。これ見てください、この数、この数たるやですよ。この辺ちょっと止まりますけどね、まあそんなに支障はないですね。でまあこれが最初の方に作った分岐のルートですよね。これも結構発展しましたよね。でこう引いてみるとね、奥の方で走ってるのが見れますね。さっき変えた場所も来ましたね。あ、ここすごいね。で下の方こう入っていくわけですよ。でこれ高さがもっとあった場合、ここが伸びるんで、もっと自由にやることもできますね。崖をあえて作って橋を通すっていうのもやり方の一つみたいですね。下ろしただけだね。いや、ここもだいぶ、あ、これ木の橋じゃないですか間違えておいたんですね。直してもいいけど、確か速度があれ遅いんですけど、走ってる列車の速度も遅いんで問題ないですね。昔の面影を残す橋ですよ。この辺、あ、手紙積んでましたね。この辺あんまり列車来ないですね。こっから混雑地帯入るんでね、楽しみましょう。コミとこっちあんま来ないんですね。手紙とかで結構走らせているんですけどね。
ではここですね、ここメインターミナルですよ。ここも拡張しましたね、別々にしたりしてね。あー、なるほど、ここが1個しかないんでたまに詰まったりするか。結構走りますからね。これ要改善かな。こいつ町止まるんですかね。ここの町は手紙がないのでスルーする可能性もありますけど、設定次第だね。無視しましたね。あ、間違えた、はい、見ましょうか。まだです、まだこっからですからね。ここもね、最近繁盛してきたんですよ。まあ、町もあって木の加工する場所もあり、奥には木を取る場所とかいろいろあって町もあるので、町もあっちにありましたよね。だここもまたね、手を加えていきたいですね。これ何？リファイナリーかな。こんなとこにあるんだね。でこうです、ここすごいですよねいろいろ入れた結果ね、ぐちゃぐちゃしてますけどね。まあ、基本的にこの真ん中に人を乗せた列車が入るようにしていると。行きましたね。ここはそんな走ってないんですね。これどこ行くんだ？この町かな。行きましたね。これで、帰っていくというルートですね。いやーすごいですね。だいぶ発展してきましたよ。あれ、さっきまでがアーリーディーゼルエイジだっけ、だったと思うんで変わりましたね。他のやっていかないとね、そろそろ。お、デリバリースティール、スティール、あ、これスティールか。さっき増えてたやつね。このこれは何ですか石炭と何かを使って、あと鉄か、鉄を使って、スティールですね、鋼かな。でちょっとここがね、心配かなと。ここで切って入れるようにしましょう。これでいいですね。まあ少しは渋滞が良くなるかなと。ここ別々にしてもいいか。ここまあ複雑になってますけど、ここから出てきたやつはこの近い方か、もう一個作るかですね。まあそもそもここで一緒になるんでね、もう一個作るか。このステーション自体もね、増やしましょう。4までいけるね。止まっちゃうんでね。出口はあえてちょっとまっすぐ行って、この街越えるか越えないかですね。ここまっすぐじゃないといけないんですよ。こういう風に行けないんで、どうしようかな。ここを入れつつ分岐できるようにするか、いやスルーしよう。これ明確にしますね。こいつはここしか行けない運命だね。で人を積んでる列車はこの2つに主に入ると。でこっちに行きたい列車はね、で手前の2つに入ると。よしよし。でこのよくわかんない資源かな、見てこよう。これ砂かな、砂ですね。
あ、ここないか。ちょっと期待しちゃいましたけどね、あることを。ちょっと、ではね、オイルを入れたドラム缶運びましょう。オイル缶だよね。ルートはここから乗って、だから先にここ指定すればいいですね。よし。今回ですね、ついに、ああ列車変わっちゃってる前の時代の列車消えていくんですけど、出してる限りは消えないですけどね。このコイン使っていきましょう。速度速いやつ使いましょう。1052トン、まあそれはいらないと。650453でいいかな。この EMDF3 使いましょう。速度速いんでね、きっと楽しいだろうと。まあじゃあこれ使いますか。よし。鉄のコインが減りすぎるんでこれくらいでいいかな。まあ、ルートは特に指定しません。行けるんでね。では新たなね、速い列車行きましょう。こいつがね、そもそもあれを運ぶんでコインが使いますけどね、その使ったコインを回収できると。72か。まあ早ければ問題ないですからね。よしよし。ただですね、レールの問題もあったりするんですよね。あ、いいね、ちょっと近代化してきましたね。これ通常速度でこれか。速いね。ちょっと待って、こいつがね、満足いく走りできるように道をね、上げましょう。こいつが主に走るルートだけ上げるか。こういうとこね、こういうとこ。もう全部上がったもしかしてあー、めちゃくちゃ上がりましたね。足りるかな。お金はまああるんですよね。で、ここか。よしよし、来た来た来た。上がりましたね。キノコインをほとんど使った気がしますけど。あの列車待ちましょう。今ここか。だ、この子満足いくスピード出せてないかな。あ、出せてますね。80行きたいですね。80、この辺で一回落ちちゃうんで。50までね。60行きました。こ、減速しないか。81。通常時でこの速度ですね。で、カーブで落ちることもないんでね、この辺100なんかまで出せるから。カーブで88とかだったんで減速なしですね。あの遅い列車と並んでみたいな。行きましょう行きましょう。まあ時代進みますけどね、どんどんね。あまり時間限定のミッションがないので、まあいいかなと。そうか、詰まっちゃうか、遅すぎて。ここスルーするルート作ろうかな。この速度の差はちょっとえぐいですね邪魔ですね。なんなら、ここにつながれば入ってもこっちに出られないか。どっかで作ってやってあげようかな。やっと来たやっと来ましたね。これでこう消すわけですね。すれば、専用のルートが構築できたと。
に道は指定してないですよね。44から41に行けとしか言っていないので、だこの子のルートに問題が出るんで、ここ指定してあげようか。いろいろあるね、止まる箇所がね。これ上げてあって、これか。早すぎますね。でここはね、変えますか。いや、でも変えても意味ないかな。ステーションもうちょっと前に出しましょう。ここでトンネルがちゃんと使えますね。これはまた今度やりましょう。なんか使うってやつ多いですね。一回確認だけしに行きましょう。まずはこれからの列車ってオイル使うんで、それだけの準備をしていかないといけないですね。じゃあ多いな。速度速くても意味ないですね。ちょっとじゃあ速度速い用の外周回るようなルートとか作った方がいいのかもしれないですね。同じルートに入れちゃダメですね。ここだけ作りましょう。じゃ あこっから入んのか。こっからね、じゃあ分岐していくけど、ここを走るやつはいないはずなんで、極力誰も行かないルートを通って、また止まってますよね。そういうことがないように、彼専用ルートですよ。この子2回調整がいりますね。で来たらここ行くと。だこれを44と45の間に挟めばいいわけですね。1回下ろしますよね。というか人も入ってますね。まあ人はいいか。これ変えていきますと。あげますか、さすがに。でここで終わってこの内側のルートに行くので、こうですね。45に行ってここでしょ。あれ、もう一回45行く、もしかして。行くためのルートは往復ですね。往復、折り返しがここに行くようにしてあるので、今後は大丈夫かな。45の後にこう走って合流して、ここで曲がるというわけですね。よし、来ました、新しいねルート。ちょっと待って、これアップグレードしよう。66か。まだ無理だね、多分。あ、変わんないな。なんかないかな。オッケーオッケー。
いやー、これでね、多分生き生きと走れるでしょう。速さが全然違いますもんね。こいつだけ倍速みたいな動きですもんね。80、片や80、片やね、31ですよ。ここの確認だけしましょう。こうですね。さあ、今回左下の町を少しね、改善したんで、ここまでにしましょうか。ただ新しく増えた列車はですね、基本的にまあ速度が80とか超えたりするものは、まあ、このオイルコインを使うと。で、まあ、この両方使うやつもありますね。で、緑のコインだけだと、まあ、これかな、この074バングルですかね、ってやつがちょっと速くて性能もわりかしいいと。ただちょっと使う際にコイン、オイルコインが発生するわけですね。まあ、こういうのもね、ちょっと置いてやっていきますか。まあ、次回とりあえず、あ、それボーナス。これもね、使うわけですね。で、これずっと終わってないんで、いずれやりましょう。この町に3カ所から送ればいいんでしょ？積み荷をね。積み荷がね、今どっから送られてるかよく分かってないんでね。あ、でもこれマックスですね。ちょっと待って、ここも入れますか。こいつ1個ではちょっとどうしようもないみたいですね。で、新しく増えたこれから使いましょう。速度も割とあって積むこともできると。満載しましょう。あ、そっちがないか。よし、これ100は硬いかなと思いますね。これですね。本当に近代化ですね。してきましたね。さあ、ではまた次回もね、続けてやっていきたいと思います。